クバリフカツヤザ・ミルストリートは、ユーロビジョンソングコンテストの1993年大会の予選であり、スロベニアのリブリナで行われた。以前にユーロビジョンソングコンテストに参加した、経験のない7つの国が参加し、うち3国がアイルランドのミルストリートで行われる本戦上の出場権を獲得する。1993年4月13日に、リブリナの RTV、 スローの放送局内で開催された。それぞれの参加国は自国を代表するアーティストと楽曲を決定して参加する。参加局の選出方法は国によって異なり、内部選考によって参加アーティストと楽曲を決定する国もあれば、公開の国内大会を開催して参加アーティスト、楽曲、あるいはその両方を決定する国もあった。ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、スロベニアが、 上位3位に入り、ユーロビジョン本戦への進出を果たした。3国は共に、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国から新たに独立した国として初めての参加となった。翌年のユーロビジョンからは参加国数を制限する新しい方式が導入されたため、7国はいずれも1994年大会に参加することは可能であった。ありがとうございます。